今回は、この上に見える、プレゼントボックスみたいなやつを、引いていこうと思う。で、とりあえず、限定出れば、勝ち。で、そう簡単に多分出ないと思うんですよね。これ今、撮影してるのが、12時に、これ今、回してるんだけど、簡単に多分出ないと思うんだけど、限定が出たら、結構勝ちなんじゃないかなって思うね。で、ツイッターとかなんかの見てたら、そん甘くない。オーブで、全部10個、オーブで埋め尽くされるのも、ありえるみたいな感じらしいんですよね。なので、とりあえず、初撃来てくれれば助かる。限定が来れば、もう勝ちね。ということで、聞いていこうと思う。どういう感じなんだろう？卵1個。卵1個か。オーブン。はい。小町！小町か。限定来たぞ。限定は熱くない？結構。オーブが、13個。で、小町。これ普通に熱いぞ。オーブ13個で限定。普通にこれは熱いぞ。で、今、小町は被ったけど、限定なしで、オーブ13だったら、みたいな感じだけど、限定だから、これはでかいぞ。サブの方ね、小町、サブの方、小町、こっちの方と、こっちの方作りたいなと思って、複数体欲しいと思って、毎回貸し物してたりしてたんだよね。で、とりあえずこっちの方にしてて、こっちメインにして、使ってたんだけど、こっちにもしたいなと思って、いつかまたレッドスターズ回して、小町当たったら、こっちにしようと思ったら、ここで出ればでかいな。ということで。メインアカの方とかは、またね、いずれ、後ほど今夜だったりとか、に動画出すと思うんで。その場、後ほど、動画出しますということで。今夜かな。今夜ね、こっちの端末のメインアカの方をね、撮影するんで、そっちをね、楽しみに。メインの方は、ちょっとね、の、あの、後か、後々、メインの方はね、後々、ちょっと楽しみにしようかなっていうことで、そういう感じで、今日はこんな感じの、小町、限定が出ただけでも結構嬉しいということで、そういう感じで終わります。ごきげんよう。